はい、どうもカズマルクスです。今回はね、サクッとスロットカーの、前回はね、追加やっていきたいと思います。で、前回はね、チュートリアルを終えて、その後ね、ライセンス C 級をね、獲得しました。で、今回はですね、みんなとレースで遊ぶの方をね、やっていきたいと思います。さあ、コースを選んでくれ。うん、ビギナーズレース、エキストラコース開放ミッション、30秒以内にゴール、エクセレントを3回取る。あー、難しそうだね、これね。2つミッションあるね、なんか、うん。さあ、やっていきましょう。ビギナーズレースのエンジョイサーキットの方やっていきましょう。さあ、基本的なコーナーがあるコースでパフォーマンスを大切にするのがいいね。さあ、どの車で遊ぶか選んでくれ。まあ、お試し前からしかないからね。さあ、いいよ。あ、なんか、組み立てたね。さあ、エンジョイサーキットの方にやっていきましょう。3人、何人いるんだ。さあ。うわ、結構多いぞ、結構多いぞ、結構多いぞ。これ1位取りたいが。取れるか、これ。さあ、昨日の練習を思い出せ。さあ、大丈夫、大丈夫。さあ、2連、エンジョイサーキット。うん、6連だね、僕は。僕は6連ですね。さあ、X で視点変更ね。ああ、昨日言ってたね、なんかね。あ、これ難しいぞ。結構難しいぞ、これ。お、今んとこ1位だぞ。1位だぞ、1位だぞ。いや、いけるか、いけるか、いけるか。これいけるか。1位、1位、1位、グッドが多い。クールが多い、クールが多い。エクセレントはない。あー、ちょっとミッション失敗したか。エクセレントが一つもなかったような。はい、1位ですね。1位、順位ボーナスを、うん、コースを突破、うん、新しいコースがオープン、メルヘンの森ですね。で、順位ボーナス1位で60ポイントで、やっぱりね、エクセレントがないく、全部クールですね。4つクールで8ポイントゲットで、で、30秒以内にゴールで10ポイントゲット。合計78ポイントですね。あと、ライセンス B 級を取得するにはね、あと122ポイント必要だね。さあ。なんか、あれ？うわ、みんな来た。なんや。どうしたこれ。うまくできた。会社が、ん？何これ？なんかめっちゃ光ってる。すげえ。今回もらった使い切り強化パーツ、スピードプラス2、パフォーマンスプラス15。なんか星マークついてるね。で、コントロールは0か。ないか。うん。使い切り強化パーツをライバルたちに作ってもらえたみたいだね。ライバルの数が多ければ多いほどパーツの性能が上がる。え、そうなんだ。じゃあ2人より11人とかのが結構すごい、あの、パーツの性能が上がるんだよね。ただし注意してほしいことがある。ん？なんだ？一度使うと強化してもらったパーツがなくなってしまうよ。うん。それまた、昨日も言ってた気がする。初レースおめでとう。これは、その祝いでよ。なんだなんだ？またなんか、お！バラエティーカーをゲット。初めてレースに参加。プロトタイプカー。お、なんかかっこいい車もらったね。プロトタイプカーはバラエティーカーの一つだ。車種変更すると作った車以外でもレースに参加できるからね。おー、オッケーオッケー。そうだ、1になったご褒美として気になったライバルの車は僕が作ってるんだ。なんだ、バラエティーカーみたいな特別な車作ってあげられないんだけど、僕が作れそうな車ならバッチリ真似してみせるよ。オッケー。どういうのなんだ。今回僕が作れそうな車なかったけど、また1を取れるように頑張ってほしいな。うん、はい。今回はですね、ここまでにしたいと思います。今回はね、レース会場に行き、初レースをしましたね。で、そしたらね、見事ね、1位を獲得することができました。結構ね、2位の数も多くて勝つのが大変なんじゃないかなと思ったんですけども、最初はね、2位でスタートして、なんか1位のね、2位がクラッシュしてね、そこから1位になって、そこからね、
ゴールまでね突っ走って、見事ね1位を獲得することができましたね。でその後ね、とても強力なパーツをね、手に入れることができました。ということで、次回はねカウンターの方にね、行っていこうかなと思います。ということで、よかったらねまた次も見てみてください。まだ実況始めたばっかりなんですけども、これからもね、ゲーム実況動画など、毎日ね欠かさず、1日2本アップしていくので、ぜひよかったらねまた次も見てみてください。他にはですね Twitter、Facebook、Miiverse の方もやっていますので、チェックしたい方はね説明欄の方にね、リンクすべて貼っておくので、ぜひよかったらねチェックしてみてください。今日もねご視聴ありがとうございました。それではカズマルクスでした。